どうも、キースがゲームです。おやしゃ、YouTube。ゴミマンじゃろ。アフリカに謝れよ。というわけでですね、今回、まずラビット、都市伝説シリーズでございます。黒。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関を呼んでみます。うわっ、どうぞ、よろしくお願いします。ナイスシュー。こんばんは、どうも。いやー、ミスター関、コーヒーメーカー社長です。年収10円。マジの闇だろ。今回の都市伝説は、今まで都市伝説界隈を大きく賑わせてきたタイムトラベラー。史上最も本物ではないかと疑われるタイムトラベラーが現れたので。というわけでですね、今回その本物のタイムトラベラーについて触れていきたいと思います。2027年にタイムスリップし、その未来の世界を TikTok や YouTube などで配信し続ける謎めいた人物ハビエル。ハビエルは2021年頃に突然インターネット上に姿を現し、なんと2027年には人類は存在しないと主張してるのよ。ドリップされたんじゃないの？コーヒーの話じゃねえか。確かに彼が YouTube や TikTok に公開した動画にはハビエルともう一人タイムスリップした人物を除いて誰一人映っていないのね。でも2025年7月に世界は滅亡してるはず。だからね、この世界は甘くないんだ。コーヒーに絡めてそしてハビエルによれば、気がついたら病院の中にいて、時計を見てみると2027年であることが判明したといい、周りには誰も人がいなかったことから、2027年には人類が滅亡しているのではないかと考えたといい。そして誰もいなくなった街中やサッカースタジアム、病院、通常では立ち入りができないエリアなどを徘徊する映像を公開しているので、ね、ハビエルに対して懐疑的な意見も多く飛び交っており、確かに技術的には映像に映った人物を編集で消すことは可能ではあるけども、かなりの時間を要してしまう上、知識や技術も必要になってくるため、動画編集によるものであるという可能性は低いと考えられるのよ。一説によると、これらの動画は彼が出現し始めた時期を考えるとロックダウン中に撮影されたものではないかとも言われており、この短期間の間に撮影した膨大な素材を小出しにして動画をアップしているのではないかという指摘もある。またショッピングモールなどの施設をテレビ番組などと同様に営業していない時間に貸し切って撮影しているのではないかという意見もあるのよ。女よ、入ってみろよ。本物だなさ。しかしハビエルはこれまで出現してきたタイムトラベラーの中で最も本物である可能性が高い人物と言われているのよ。ハビエルに対して懐疑的な人たちが様々な場所を指定し、そこに行って動画を撮影するように要求したのね。しかもこの人ね、あのバルサのね、スタジアムとか行って、はいはい、そこにね、そのバルサの看板みたいなのあるけど、ユニフォームのスポンサー、楽天だったんだよ。今スポーティファイかなんかでしょ、買ってますね。っていうことからいろいろお察しするところはあるんだけど、でも親殺しのパラドックスとかパラレルワールドとかいろいろあるからセーフ。こいつ嘘じゃねえか。するとハビエルは指定された場所に次々と赴き動画を公開し始め、どうやら彼は本物のタイムトラベラーなのではないかという意見が多くなったのよ。さらにハビエルは病院や消防署、警察署など人がいない状況を動画に収めることが不可能な場所でも動画を撮影しており、当時の病院はパンデミックの影響で24時間逼迫していたはずだけども、動画には誰一人として映っていなかったのよ。これによってハビエルが大金をはたいて貸し切ってるという説は否定されたの。そしてこれには廃病院なのではないかという指摘もあったけども、ハビエルが行った病院は2024年現在も営業している病院だったのよ。しかし未来から配信されているにもかかわらず、リアルタイムで動画が投稿されていることや、誰もいないはずなのに電気が安定して供給されていたりなどという不審な点もいくつか確認できるのね。今を生きてます。でもお先真っ暗。また動画に映り込んでいるハビエルと思われる人物は、腕毛が濃いバージョンと薄いバージョンが確認されており、どうやらこのアカウントは複数人で運営されているのではないかとも言われているのよ。現在ハビエルの TikTok のフォロワーはおよそ900万人で、現在も誰もいなくなった未来の様子を投稿し続けており、彼が本物のタイムトラベラーなのか偽物なのかは未だに分かっていないのね。今というね、時はもう今この瞬間に過去になる、はい、これがこの26年間生きてきた人生の全てです。卒業式かよ。取材には一切応じない異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんから、そんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの？動画撮ったりとか見てます。